どうもラオチンです。さあ今日もメガトンキューブ差しやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は超ド級ボス3体3分で倒すやってみたいと思います。もちろん難易度はメガトンです。1体3分ではなくって、この3体を全部で3分以内やっていきましょう。それではまずはブラックハンター G からいきましょう。えらい前に出てきたな、お前。えらい前に出てきたな。いいけど、目標タイムは40秒ぐらいにしときましょうか。40秒目標でやっていきます。うまいこと転ばせることができれば早いだろうけど、どうだ、いっけ、転びはしないか。いや、いける。でも速くはないな、最速ではなかったと思う。いけー。どうでしょうか。タイムは45秒。若干遅めですね。次行きましょう。続いてマンタジー行きましょう。ここも目標は40秒ぐらいにしましょうか。目標40秒で行きます。よし、なんか若干ダメージ食らってんぞ。いかん、こいつなんか久しぶりに戦うんだよな。よし、いけ、よっしゃ、いくよ。クリティカルはね、今うまいこと出てくれるんだけども、多分遅かった、なんかちょっと遅かった気がする。まあまあか、まあまあですね。33秒です。じゃあ最後いきます。それではラスト、キマイラ行ってみましょう。どんくらいでいけるかな。一応目標は1分半にしようか。1分半ぐらいで倒しましょう。1分半ぐらいだったら、確か余裕でいけるんで、1分半でなんとか撃破したいところ。いけ、HP が若干減ったな。これね、 HP がマックスの時にかなりダメージを出せる装備なので、 HP がちょっと減ったっていうのは痛いかな。でもまあまあそこまで遅くはならないと思うんで、まあサクッといっちゃいましょう。はい、もう少し、よし、いいぞ。どうだ、まあまあかな。早くもなく遅くもなくっていう感じだったと思うけども、見てみましょうか。おー、早かった。早かった。1分1秒だね。もう少しクリティカルが出てくれば、そうね、1分切ることも全然いけるんじゃないですか。なかなか早かった。はい、ということで今日は超ド級ボス3体を3分以内で倒すやってみました。記録は2分19秒でした。2分19秒、これ2分切れるかもしれないよ、もしかしたら。全部をまああと6秒ずつぐらい短縮していくと、そんぐらいでいけるからね。いや、でもまあなかなかいい記録が出たと思います。成功しましたね。3体を3分以内で倒す。こんな感じです。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。